こんにちは、開講師です。今日はですね、スピーカーご紹介します。スピーカーといってもちょっと変わり種のやつ紹介していきたいと思います。こちらです。じゃん、ドルテックのウェアラブルネックスピーカーです。こういうタイプのスピーカー使ったことないんですけど、 Bluetooth でスマートフォンやまあいろんな機器と接続して首にかけてここで音楽を楽しめるっていうプロダクトになってます。まあちょっとね、箱から見ていきたいんですが、パワフルスピーカー APTX 対応で4つのスピーカーついていて、接続10メーターまででウォーターレジスタント IPX4 の防水になってます。 Bluetooth は 5.0 アクティブノイズキャンセリング技術を使用していて、4つのスピーカーを備えたシアターサラウンドサウンドということなんで、Bluetooth 5.0 で低遅延が期待できるし、 APTX もそうですね。アクティブノイズキャンセリングは CVC8.0 なんで、CVC っていうのはクリアボイスキャプチャー技術ですね。これは、通話の時に使うようなノイズキャンセリングの技術になってます。 IPX4 防水なんで生活防水ですね、水滴には大丈夫。音楽は15時間の連続再生ができるみたいです。じゃあ早速開けていきましょう。普段部屋の中で過ごす時になんか音楽聴きながらとかね、動画見ながらこう移動してやったりするんですけど、本体のそのスピーカーだけだとなんかこうガチャガチャやってたりすると聞こえなかったりもするんで、たまにイヤホンを使いながらやってるんですけど、イヤホンつけてるのもなんかちょっとあれなんで、これがいい音だったら部屋の中を移動しながら動画を見たり音楽を聴くときはこれでもいいかなと思うんですけど、さあどうでしょうか。開けます。オープン。はい。おー、さあさあどうでしょう。素材はプラスチックっぽい感じですね。スピーカーがここに4つ、ドライバーはそんなに大きくなさそうだけど、どんな音がするんだろう。外観見ていきましょう。ここがグニグニ曲がるようになっています。ここからプラスチック、スピーカーは 1,2,3,4 とあります。バッテリー内蔵です。マイクロ USB の端子、ここから充電します。で、再生一時停止ボタン、外側には送るボタン、戻すボタンがあります。そして反対側には音量のプラスマイナスがあります。こっちにはオンオフボタンと、これはコールボタンですね、通話を開始したり終了する時のボタン。付属品はユーザーマニュアルとマイクロ USB のケーブルになります。じゃあ早速接続して聞いていってみましょう。電源オンしてみましょう。オン、お、パワーオン、ペアリングと言いましたね。じゃあ早速ペアリングしていきましょう。お、コネクティッドできました。 BBH と書いてある端末を選択すると接続できます。さあこれでもう接続されてますね。音最大にしてつけるとこんな感じです。重さは実測で 82g でした。じゃあ何か適当に音楽を聴いてみましょう。僕が動画の中でよく使ってるアートリストという音楽のサイトがあるんですけど、そこからちょっと曲流してみましょうか。おお、すごく静かになってますけど、音を今最大にしました。おお、結構でかい。うん、すごいな、でかい。おお、こっから聞くってちょっと新しい体験ですね。違う曲も聴いてみよう。あちょっとなんかベースが聞こえやすいような曲聴きたいですね。はあ、なるほどね。
すごい、なんかサラウンド感がすごいです。こっから聞いてるっていうのもあるけど、スピーカーが4つあるっていうのもそれに起因してると思うんですけど、すごく立体的に聞こえますね。で、今聞いた音源だと、高音域すごく綺麗になってて、中音域はこのね、筐体がプラスチックのそのスピーカー独特のスピーカーのこの入れ物自体も共振したような、なんだろうな、ペコって感じの中音域の音の鳴り方してると思います。ペコって分かりやすくないかもしれないけど、でもなんかペコっとした感じの中音域が鳴ってます。 YouTube 見てみましょうか。ちょっとね、低音がどれだけ鳴ってんのか分かんないんで、普段聴いてる音楽ちょっと聴いてみましょう。低音が分かりやすいやつ。おお。はい、なるほどなるほど。うん、低音はものすごくタイトです。だからすごいパワーのあるベースとかバスドラはならないけど、タイトに聞こえるっていう感じですかね。はい、あとじゃあ遅延がねどんぐらいあんのかとか見てみましょうか。ちょっと自分の動画を見てみようかな。こんにちは、外国人です。今日はですね、めっちゃ薄い財布とうとう届きました。昨年10月、遅延すごく少なそう。とうとう届きました。じゃーん、空と書いてありますけど、ご存知の方いるかもしれませんけど、これです。このね、パカッと薄い財布、薄くてめっちゃ軽い財布、厚みがなんと6ミリです。じゃーん、こんな感じ。わかりますか、この映像の口の動きと出ている音の遅延、すごく少ないですね。 APTX っていうのと、あと Bluetooth 5.0 っていうところがやっぱりこの低遅延につながってると思います。あ、いいですね。なんかね、どうしてもこう家でガチャガチャなんかやりながらこれをどっかに立てて動画とかを見ていると音聞こえづらいんですよね。うん、でもこれをつけていれば、まあ離れても音楽聞こえるし、それこそ映像見ないでラジオ的に楽しめるような動画だったら、これ置きっぱなしにして動き回ったりできるんで、すごくいいですね。イヤホンでもいいかなと思うけど、ここにつけてるのが煩わしい時はこのネックスピーカーがめっちゃ役に立つんじゃないかなと思います。はい、ざっとですが販売ページの方も見てみましょう。こちらがボルテックウェアラブルネックスピーカーの販売ページになります。 Amazon で4499円で、クーポンが 12% オフのクーポンがついてるんで、4000円ちょっと切るぐらいの、結構ね安めに買えるんですよね。で、カラーはブラックとグレーがあります。人間工学に基づいた設計、ネックバンド型 ABS 材料を採用しているそうです。 3D サラウンド、クアルコムチップ、左右それぞれのスピーカー2つ、3D サラウンドを楽しむことができるそうです。本当にね、なんかサラウンド効果はすごく立体的で面白いですね。あ、スポーツ中とかもいいんだ。これどうなんだろう、走ったり、あ、でも結構意外とフィットしていいのかな。まあ、家事とかやってる時はすごいぴったりだと思います。完全に手および耳を解放。イヤホンをつけてると手は解放されるけど、イヤホン煩わしいっていう人は本当にぴったりだと思う。連続再生時間は15時間になっています。12ヶ月間の無料交換サービスに対応してるっていうのも、まあ安心材料ですね。ボルテック Bluetooth ウェアラブルスピーカー、クオルコム APTX 対応です。 Bluetooth 5.0 本当に遅延少なかったですね。 CVC 8.0 ノイズキャンセリング技術は、これは通話に使うクリアボイスキャプチャー技術ですね。マイク内蔵 APTX 技術搭載で、ハンズフリー&イヤーフリーになる。これでね、通話もできるっていうのもいいですよね。パッとかかってきた電話を取って喋る。2台のデバイスと接続できるそうです。だからスマホだけじゃなくて、PC と接続して切り替えて使うとかっていうこともできますよね。充電時間2時間で音楽15時間再生、スタンバイが500時間になってます。音声アシスタントも使えるみたいですね。うん、なるほどね。ちょっと電話かけてみましょうか。 Hey Siri、 郡司さんに電話して。郡司防災に発信します。はい、あ、もしもし、はい、今撮影中なんですけど、はい、スピーカーで通話ができるか今試してちょっと電話しました。あ、スピーカーでちゃんと聞こえてますか。あ、聞こえております。あ、そうですか。はい、じゃあ皆さんに一言どうぞ。カメラと持って帰ります。はい、でここを押すと通話が終了します。ちゃんとね、通話できますね。あの、声もしっかりクリアに聞こえてました。で、向こうにもちゃんと声聞こえてるみたいなんで、いい感じです。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。
今日はですね、ボルテックのウェアラブルネックスピーカー、こちらをご紹介しました。 Amazon でね、割と安価に買えてなかなか使えるんじゃないかなと思います。というわけで、気になる方は下の説明欄から URL チェックしてみてください。またこういった、ちょっとした今日はねガジェットだったんですけど、いろんなワクワクするようなガジェット、クラウドファンディングの面白そうなプロダクトとか、あとはドローンとかジムリの改造とか、今アメリカンスクールバスをちょっと改造してキャンピングカーにして、日本縦断しながらドローン空撮の旅をするドローンジャーニープロジェクトっていうのも発足させたんで、そういったコンテンツ出していきますんで、よかったらお楽しみにしてください。それに伴ってメンバーシップを最近始めて、もう結構たくさんの方に仲間になっていただいたんですけど、非公開の Facebook グループでドローンの情報交換とかガジェットの情報交換とかいろいろやってますんで、気になる方はチャンネルメンバーシップ覗いてみてください。あとチャンネル登録まだの方はぜひお願いします。 SNS の情報も説明欄に載せてますんで、よかったらチェックしてフォローしてみてください。さよなら。We'll be right back.